今日のティーチングプロは4ヶ月ぶりのご登場、岩瀬プロです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。よかった。なんかあまりに岩瀬先生の会がなかったんで、共演 NG を出されてるのかなと思いました。なるほど。今回はドライバーのお悩みがありまして。なるほど。全然当たらないんですよね。芯に当たらない。そうなんですね。はい。まあ芯に当たらないということなんで、はい、まず一つ目はこれシールを貼っていただいて、まあどこに当たってるかっていうのが印刷されますんで、ちょっとこれをつけながら、はい、実際どこに当たるかと、あとはこちらトラックマンですね。プロたちが使うような弾道とクラブヘッドの計測器になってます。はい、お高いんですか？これ。はい、お値段そこそこします。そこそこ車がっていうぐらい。出てます。あ何これ。すぐ取れます。はい。当たった衝撃で印刷されるようになってます。でも私今感覚的にはなんか真ん中だったかなぐらい思ったけど、意外と端っこでした。はい。結構手前目ですね。やっぱり真ん中で打つよりかは効率が悪くなってしまいますんで、確かに思ったより飛ばなくなってきたりはしちゃいますね。今実際の距離が53ヤードですので、キャリーが、はい、なので競技を目指す方にとっては200ヤード近くは目指していただきたいので、4倍ぐらいは頑張っていただくという。ここフェイスアングルといって、はい、簡単に言うとフェイスの向きです。ざっくり言うと今ここに映像で出てます。簡単に言うと右向いてます。なるほど。ですのでクラブが狙ってる方向に右に向くと、この辺今前出てきませんでした。はい、こうなってるよりですね。はい、ってなるとここに当たる確率が、まあ、単純なことじゃないですけど意外と当たっちゃいますんで、こんな風になってますね。で小西さんの場合ここで打ってます。でスイング的には腕のローテーションだとか、はい、なんかこう手をこういう風に使うっていう練習多分されたと思うんですけど、はい、はい、タイミング的に間に合ってないと、このタイミングは今こんな感じです。いいフォームにはなってきてるんですけど、実際当たる時にこうなってるので、ちょっと効率が悪くなってるって感じですね。閉じすぎですか？いや、そんなは悪くはないですよ。閉じようとした分だけ はい、こっち側からこっちには移動してますので、ただちょっと上下の移動が体のブレですね、はい、が発生したので、はい、下側に当たってしまいましたけど、そうです。体の上下？そうだ。天才かしら。一番。はい、一番近かった。まだちょっと右向いてたりはするんですけど、75ヤード飛ぶようになってます。やっぱ芯に当たれば当たるほどちゃんと飛んでくれるんですね。飛距離が出る。はい。少しまだ実際にはクラブは右向いてる状態で当たってますんで。え、そうですか？はい、真ん中には近づいてきてますが。おお、ナイスショー。どこ？はい、これだと思います。これ？これ？真ん中目にもう。おお。トラックマンの結果どうでした？トラックマン。ちょっと飛距離的にはちょっと下がっちゃいましたけど。あ、本当だ。でも70ヤードぐらいになってますね。70ヤード。で、はい、ここがクラブの向きなんですけど、先ほどは10度を超えてましたんで、それが今ちょっと一桁に近づいてきてるって感じです。まあ理想はゼロに近いっていう感じですね。直角になればなるほどゼロっていう表現になりますんで。はあ、お、ちょっと上がり始めました。ああ、ちょっと上がりました。はい。フェイスほぼまっすぐになってきてます。今のでやっとまっすぐぐらいです。これでも 1.8。はい。ね、こっちはこれがキャリーでこの高さでのそうですね、はい、でこれがトータルです。でちょっとボールが低かったんで、ここはまだそんなにやっぱ高さに伴ってこうやってキャリーですね、はい、行くのが出るんですけど、まあ、トータルで考えると100ヤード近くいってるって感じです。やっぱ芯に当たれば当たるほどなんか、はい、ローテーション、はい、ベースの響き、はい、あとはこの状態の前傾ですね。前傾芯に当たりやすくなる、はい、芯に当たれば飛びますからね、はい、貴重なアドバイス、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。いろんなところいろんなところいろんなところなんでそういうこと言うのよ真ん中が綺麗1ヶ月後もここにしか当たってないからここしか汚れてない、もう大丈夫、もう芯の子にしていませる最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、そして YouTube、Instagram、Facebook での皆さんからのいいねお待ちしています。優勝目指して頑張ります。